これは雑談ライフです。まあこの時間、まあ9時以降はあんまりピアノライフはできないけど、キーボードライフはできるけど、あれはね、なんか設定が分かんなくて僕の声が入るようにできないからね、なんかピアノの音、あのキーボードの音しか出ないって風になっちゃう。ナウタさんも寝ちゃったし、みんな寝ちゃったから、だから俺がキャスをやってもバチは当たらんだろうっていう、そういうこと。僕は見る方が好きやったよね、キャスは。キャスは、今のはベートーベンのピアノソナタの、あれハンマークラビアってやつの前のソナタ。ハンマークラビアが何番か分かんないんだけど、僕だからその前のソナタも何番か分かんない。調べればすぐ分かることでも、何かを分かっても人はいつか死んでしまうし忘れてしまうのよ。だから何にも調べないことにした。何にも知らなくても幸せでいれれば一番いいけど、やっぱりなんか興味あることは調べちゃうんやな。それで楽しいって思えたらいいねんけど、年取ってくると興味あることがなくなってくるよね。それでなんか労働も楽しく感じたりするのよ、人は生きてれば。でも労働ばっかりやってるとなんかね、しんどいね。
時間が経つのが早くなってきたな、年を取るにつれて。それを拒否することがなくなってきたんだな、僕が。雑談コーヒーライフ。なんかすごいと思った曲が、こうやって財布して、これを財布したのが3年ぐらい前やけど、財布して、財布っていうのは耳コピですね、耳コピして、でも理解できなくて、どうやってるのか、何をどうやってるのか。でもそれでも、だって理解できんもんしょうがないやん、頭がないんだから、それを理解する。でも時間を経てやっと理解できるようになってきた。ずっと楽譜読んでたら分かるようになるの。そういうのも音楽は楽しいところやな。まあ音楽は楽しいとか言いながら、まあ音楽は楽しいけれど、寝ないと話にならない人は、ずっと起きてると気違いになっちゃうの。今日はいっぱい寝た、仕事を休んでしまった。早出を休んだのは生まれて初めてだった。朝起きたんやけどね、なんか吐き気がやばくて、俺は仕事先で吐いてまで仕事をするべきなのかということを考えたね、久々に。一人一瞬来て帰った。計二人、ああまた誰も来てなかったんや、うん、
疲れた、何にもしてないのに。僕の前の職場の同僚がもう生きることに疲れたって言ってたね。そういえばなんでそうなるんだ。それは人が退屈するからですね、多分。でも退屈があるから面白いこともあるんだとか言えたらいいけど、なんやろね、退屈な時は面白いことのために努力したり、今目の前の必要なことをやったりして生きてきた。でもこの世界が何なのか考えることをやめることができなかった、できない。そんなことで悩み始めたのは高校生の時からやけどね。要するに暇な時間ができたということ。楽しいことずっとやってられたよ、小学生の時は。飽きなかったからね。でもこう生きること自体に飽きる時間が出てくるのよね、人は年を取ると。あらゆる悩みの、なんやろこれ、あらゆる悩みの原因は時間が流れ、この世界があることよ。それを解決するのは楽しいことと悲しいことと音楽と笑顔と。それからなんか過去の人たちが残してくれた文章とかそういうものでしょうね。それとツイッターといつもありがとうね、みんな。